イレギュラーハンター X は2005年12月15日にカプコンから発売されたプレイステーションポータブル専用のアクションゲームである2007年1月25日にはカプコレ版が2009年9月17日にはロックマンロックマンとセットとなったイレギュラーハンター X ロックマンロックマンバリューパックが発売された2009年12月16日には プレイステーションストアにて配信されている。ロックマンシリーズのゲームではあるが、このゲームのみ、タイトル名に、ロックマンと書かれるのは、日本国外のみであり、日本国内では、唯一書かれてない。シリーズ第一作、ロックマン X のリメイク作品。グラフィックは、すべて 3DCG となり、カプセルなどの配置やボスの攻撃パターンなど、ゲーム内の要素もある、程度変更されている。 また、ボスキャラクターとの戦闘直前での会話や、アニメーションなどが追加されており、演出面も向上している。アニメーションは、ゼブックが制作している。ゲーム本編となる、X モードをクリアすると、本作専用の OVA、ザ・デイ・オブ・シグマの鑑賞、ババモードの選択が可能となる。ザ・デイ・オブ・シグマは25分近くに及ぶアニメーションで、ゲーム内では表現しきれない。 X 含むイレギュラーハンターたちの活動模様や、シグマが反乱を起こすまでの経緯が丁寧に描かれている。また、鑑賞後に再度 X モードをプレイすると、ボス戦前のボスキャラクターとの会話内容が一部変化する。ババモードの詳細は項目を参照。特典として、発売時期が近かったロックマンロックマンの体験版が収録されている。21XX 年。 ライト博士が研究未完成なため数十年前に封印したロボット X が主人公の物語。人間と人間に近い思考回路を持つロボット、レプリロイドが共存する世界。そんな世界で人間が犯罪を犯すのと同じく、レプリロイドやメカニロイドも故障し犯罪を犯すものが現れていた。イレギュラーと呼ばれるそれらを速やかに破壊、抹消すべく組織された特殊機関が イレギュラーハンターである。ケイン博士に発見され、封印から目覚めた X は、この期間の第17精鋭部隊に B クラスハンターとしてところ、属する。X は先輩であり、親友でもあると A クラスハンター0と共に日夜、イレギュラーの排除に努めていた。だが、ある時 X たちの上官であり、最強のイレギュラーハンターであるシグマが、突然人間に対して、 反乱を起こした。彼はレプリロイドたちに進化を促すため、さらに以前から興味を抱いていた X の秘められた力を乱すために戦いを生み出したのである。イレギュラーハンターの組織は混乱し、シグマ側につく隊員も現れる中、X とゼロに出動命令が下り、二人はシグマの計画を打ち止めるための戦いを開始する。 イレギュラーハンター元イレギュラーハンターメインボス特殊武器あり車体は異名。性格や設定、細部のデザインがオリジナル版から一部変更されている。多くはオリジナル版にはない攻撃が存在する。シグマパレスでは破壊されたボディを至急復元され、人格などが不完全の状態で再登場する。その他のボスキャラクター、特殊武器なしシグマパレスの 各ステージの最深部で待ち受けるメカニロイド軍。蒸気同様、細部のデザインがオリジナル版から一部変更されている。なおババモードでは、シグマパレス3最深部手前に登場する X とゼロとの戦闘が最後となるため、D レックス以降のボスとは戦闘にならない。中ボスキャラクターボスを倒すと入手できる、特殊武器はオリジナルと同一だが、性能は若干変更されている。 項目名は特殊武器の名称を入手するボスの表記 X はカプセルに入ることで新たなパーツを取得しパワーアップするという特殊能力を持っている。カプセルはステージの特定の場所に隠されておりカプセルに入ればそのパーツを入手できる。なおカプセルの設置されているステージはオリジナル版とほぼ同じだが設置箇所が異なるものがあり そのためオリジナル版では必ず入手していたフットパーツが本作では取らずにクリアが可能である。ただしアームパーツはオリジナル版と同様必ず入手することになる。なおデザインはオリジナル版とは多少異なる。隠しパーツババモードでは X モードがババの視点で展開される。ステージ構成。 ゲームの進行方法などの基本内容は変わらないが、敵の配置や一部ボスが変更されていたり、ボス戦前でも専用の会話が存在するなどの差別化が図られている。装備武器については独自のシステムが採用されている。ボスキャラクターは X モードと変わらないが、ボスを倒した時にはババの武器を入手する。武器は腕部、剣部、脚部の3種類が存在し、 ステージ開始前にあらかじめ各種一つずつ選択して装備する形となっており、ステージ中で武器を変更することはできない。一体のボスから一つの特殊武器を入手する X とは異なり、ババは倒したボスの組み合わせによって複数の武器を入手することも可能となっている。武器にはそれぞれ装備する際の制限としてコストが設けられており、コストの合計値が設定された。 コスト上限を上回る、組み合わせの装備はできない。コスト上限はボスを一体倒して、武器選択が可能になった時点で11、以後ステージクリアごとに3ずつ上昇していき、選択ステージを全てクリアした時点で最大の32となる。それ以降のステージでは増加しないが、一度ゲームクリアした、あとは上限がなくなり、自由な組み合わせで武器を装備できる。仕様には、 X の特殊武器のように武器エネルギーを消費する。またババは装備武器すべてで武器エネルギーを共要しており、エネルギーを使い切った時はすべての武器が使用不可となる。ただしエネルギーは徐々にではあるが自然に回復するほか、武器エネルギーを取ることでより急速な回復が可能。腕部、脚部、剣部の武器とは異なり、移動しながら使用できるのが特徴。 県部脚部その他以下の2つもボスから入手するが、X の各パーツと同様に入手後はコストと関係なく標準装備となる。ありがとうございます。